それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい。本日社会保障と税の一体改革の関連法案が衆議院で可決をし通過をすることができました。力強くお支えをいただいた連立与党の国民新党の皆様、そしてお互いこの国のために譲り合うところは譲り合う形で三党合意という大変重要な成案をまとめさせていただいた、ご協力をいただいた自民党公明党の皆さん、またご賛同いただいた立ち上がれ日本の皆さん、こうした皆様のおかげでございました。ねじれ国会という中で今を生きる国民のために、あるいは将来世代をおもんばかってこのように大きな改革の第一歩を踏み出せたことは、私は大きな意義があると思っています。とはいえ衆議院は通過をしましたが、これからは参議院に舞台は移ります。気を引き締めて今まで以上に緊張感を持って参議院での審議に臨み、そして何としてもこの国会中に成立をさせたい、こうした決意でございます。今回の一体改革の意義でありますが、何よりも社会保障を持続可能なものにする、充実させるところは充実させる、安定化させなければいけないところは安定化させる、そのための改革を行うということが基本中の基本でございます。国民の皆様におかれましては、人生いかなるときに、いかなるときに社会保障のサービスを受けるか分かりません。困ったとき、つらいとき、苦しいとき、子育て苦労しているとき、仕事を見つけているとき、病気やけがをしたとき、老後の生活、このようなときに、必ずやどなたもこうした社会保障のサービスを受けることになります。まさに国民生活そのものであります。その国民生活そのものである社会保障、その根幹は半世紀前にスタートしました国民皆年金、国民皆保険、この制度は世界に冠たる私は制度だと思います。しかし残念ながら少子高齢化が急激に進み、人口構成が大きく変化をする中で改革をしなければならない、そういう時を迎えています。特に支え手が減ってきていることが大きな問題です。現役世代、子育て世代が疲弊をしながら今の日本の社会保障を支えるということにはもはや限界があると思います。現役世代、子育て世代ではなく、むしろこれから生まれてくる将来の世代にツケを回す形で社会保障を機能させるということも、これももはや限界があると思います。社会保障の改革は待ったなしの状況でございます。その社会保障の安定財源を確保すると同時に、財政健全化を同時に達成するというのが今回の一体改革の意義です。安定財源とは消費税でございます。国民の皆様にご負担をお願いすることはつらいことです。日々経営に苦労されている中小企業、零細企業者、家計のやりくりに苦労されている皆様、そういう皆様にご負担をお願いをするということは、政治家としては本当につらい仕事です。避けることができるならば、避けたいと誰もが思うと思います。
だけども、どなたもその恩恵を受ける社会保障を誰かが支えなければなりません。すべて社会保障に還元をされる、これが今回の改革の大きなポイントであります。そのことをぜひ国民の皆様にはご理解をいただきたいと心から思います。社会保障と税の一体改革でありますが、実はこれはもっとより広範な包括的な改革です。景気が悪そうだから、心配だから、消費税は上げない方がいいという議論があります。そのような受け身の姿勢ではなくて、この一体改革をやり遂げるためにも、経済を強化しなければいけないという強い決意で、これから政策の総動員をして、デフレ脱却、経済の活性化に努めていかなければなりません。もっと無駄をなくしてからやった方がいいんではないか、やるべきことがその前にあるんではないか、こういう議論があります。身を切る改革もやりなさい、その通りだと思います。国民の皆様のご理解を得るためには、行政改革、政治改革、定数削減、しっかりやり抜かなければなりません。でも、これらのことをやってから一体改革というのでは、待ったなしの状況に対応することはできません。一体改革もやる、経済の再生もやる、行革も政治改革もやる、ありとあらゆることを2014年の4月に消費税率を 8% に引き上げるときまでにやり抜かなければいけないと思います。何かをやってからその後に、その理屈でこれまで決めるべきタイミングをずっと逃してきたんじゃないんでしょうか。決めるべきときに決める、結論を出す、先送りをしない、そういう政治を私は作り出していきたいと思っています。今回の衆議院における可決は、その大きな一歩につながるものと確信をしています。残念ながら、与党・民主党から造反者が出ました。昨日の代議士会でも、一致結束して、みんなでこの改革を成し遂げようとお話をさせていただきましたけれども、極めて残念な結果でございました。政党でありますので、当然、党議拘束がかかっておりました。これに対する対応をしなければなりません。私と幹事長とよく相談をしながら、党内の所定のルールにのっとって、厳正に対応をしたいと考えております。なお、我々がやらなければいけないことは、この一体改革だけではありません。昨年の9月に野田内閣が発足をしたときに、最重要、最優先の課題は、震災からの復興、原発との戦い、日本経済の再生と申し上げました。その他、この申し上げた基本的な重要課題のほかに、たくさんの国難ともいえるさまざまな課題に、我が国は今、直面をしています。国難から逃げる政治ではなく、国難に立ち向かう政治、国論を二分するようなテーマでも、先送りをせず、決断し、実行する政治、そういうものをしっかりと道筋をつけていきたいと考えております。79日間、国会が延長されました。その延長された幅の中で、これらのさまざまな困難、解決できるように全力を尽くしていくことを、決意として申し上げさせていただきまして、まずは私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。